2013年だヘッドセラピーシリーズを発売して10年経ったんですよ。お客様の髪の毛の環境も随分変わってね、コロナをきっかけにすごいハイトーンカラーの方が増えて、そうするとやっぱ髪の毛に対する負担も多くてね、ちゃんと日々のホームケアで対処できる製品を作りたいなと思ったのがきっかけです。まあ、僕プライベートでよくサーフィンしてるんですけど、ウェイトスーツ作ってもらっているゼロさんっていうメーカーがあるんですけどね、社長の川南さんからある時お電話いただいて、渡辺さん黒文字に興味あるかって言われたんですよ。黒文字に多く含まれているニタロールっていう成分自体はすごい抗酸化作用があって酸化を防ぐんですよ。なのでそういう抗酸化に優れたものはやっぱり頭皮のために使いたいです。佐藤先生はね、下田の山に自ら入って黒文字を育てて、で上流も自ら行って黒文字ウォーターを生産してるっていうことを紹介してもらって、車を飛ばしてすぐに会いに来ました。下田の海を調べていたら、伊豆の海が砂漠化してるっていう状況を佐藤先生が知って、でそれをなんとか改善するために自分ができることはないかと、学者の視点 で彼らはたどり着いたのは、山林の保全、人間が手を加えて山をきれいにしていくと、そこに黒文字が入る。で僕たちの製品を使う方が増えれば、当然のことながら黒文字は必要とされてくるわけで、そのためには山をきれいにするわけです。そうすると海がきれいになって、海と森と自然環境が良くなってくるっていう、そういうなんか自然の大循環、めちゃめちゃロマンがあるなと思いました。リジェネラティブグッドっていう言葉を今回提唱しています。サステナブルは一定のもの、持続するために一定のものを保つっていうことなんです。リジェネラティブは行動することによってより環境負荷は減り、環境も良くなってくるっていう、今回の伊豆シャンプーの構造がまさしくリジェネラティブで、そういう活動を良しとしようっていう行動力を高めていこうっていう気持ちも込めて、リジェネラティブグッドっていう言葉を我々のサービス作り、ものづくりのスローガンにして、これから活動していこうというふうに思っています。